はい、今日はアミクールの3周年で大山翔子先生が、脂肪 の層とかを特殊なマシンで、うん、超音波の特殊なマシンで見てくださいます。はい、ラフスの結果が確認できますね。はい、はい、うん、あとお手入れ の効果が確認できるので、うん、エステティシャンの腕の見せどころですね、うん、はい、はい、楽しみに、はいはい、見てください。はい、ありがとうございます。はい、これ大胸筋の着床部なんですよ、うん、ここがすごい筋肉が盛りってなってる、これですね、ここの着床、こんな太いの初めて見た。だからここの動きが強いはずです、はい、これが、すごい。でこれこう下まで行って、その上が皮下脂肪なんですね、はい、落としますね。この赤いのが、はい、赤と黄色がセルライトになります、はい、でこの強いブルーがありますね、はい、これがラードみたいな油です、うん、でこの水色っていうのが脂肪とか水を含んだ痩せやすい脂肪体と思ってください、うん、で通常は下からそのこう老廃物が蓄積して上とくっついちゃうんですね、はい、でもくっついてるとかない、うん、癒着がないのは何らかで外部から刺激があってくっつかないようにいつもこうマッサージをされてるのは分かります、うん、だけど下にまだ残ってるし赤いのが古いやつだから、うん、結構前のやつが残ってるって感じですね。これがまず腕です、うん、でもすごいのが大体こうまっすぐなんですよ、ピューっと、はい、でも盛りってなってるのは負荷をかけてる証拠なので、うん、筋トレやってる人のちょっと同じ筋肉です。しかも女の人の二の腕はないない。どういうことだからもうめっちゃ鍛えてるなと思ったんでもないでしょうね。腰ですね、腰ですね。はい、OK。腰はラフォスを何回か当てた。2回。お、すごい、うん。ほとんどないですね。すげえ。だからおそらく、いや、2回でこんなのってすごすぎますね。うん、ってことはやっぱり今までのお手入れがあってのことだから、そんなにセルライト癒着がなかったはずですね。うん、よかったと思っちゃう。よかった。何十年お付き合いしてたのか。で、ラフォスはまずは癒着の多いところから崩していきますから、あとはもう熱量によって脂肪も小さく熱を上げていくってことなんか、これからまた体が変わっていきますね。ちょっと赤がそこにいますもんね。うん、なんかそうですよ。なんか古いやつが、古いやつがちょっとね、うん、そうそう、可愛くないやつがあります。で、完全になくなれば問題ないんですけど、適当に残ってるとまた癒着が出てくるので、やっぱ最後までやり続けるっていうのは有効的ですね。回数から言うと今日のお客様で一番いいですね。だって2回でこれだと。だから今までいろいろやっぱやってた回はあったんです。これが剣ですね。今綺麗に。この上までが光がありますね。赤のところにちょっとあると思います。だから太ってはいないけれども、うん、癒着が多いってことは血行が不良になるので冷えたりとかするってことになります。なるほど。だからラホスは効果があるけども、その全身当てると大変なことになるんですけど、うん、必要な時があれば、うん、必要なタイミングでやっていくっていうのは、うんうん、すごくいいと思いますね。そこ今必要なタイミングだね、うん、もちろん。でも2回で崩せるんだったら、うん、でもこれでも結構上の方粉々になってますもんね。でもすごい結果がね、分かりやすい、分かりやすいですね、うんうん、うまくそれを使っていきましょう。そうすると体が楽になるし、健康が手に入るってことですね、うんうんうん、ということです。はい、ありがとうございます。